あんじゃ。おい、佐藤、どうしたそんなところで。しけたかー顔しやがって。なんだい、なんだい、その顔は。ちょっとこっち来い。こっち来て飲め。なあ、おめえは新入りだ。向こうの町で何やらかしたか知らねえが、そんなことは全部忘れちまうんだ。この海岸通りで大事なのはな、今日だけだ。今日だけだぞ。そうだ。Come on!
おお。想像で料理を作る。ダイナミックじゃない。ピーマンは2個、それぞれを4つに切るの。玉ねぎは1個、それを8つに切って油大さじ1杯で軽く炒めるの。ちょっとのびく聞いてるの。もうあんな男のこと忘れなさいよ。そう、トマトソース、トマトソースよ、うん、ホールトマトを蓋が鍋にあけて塩コショウで味をと、あ、そうそう、ローリエを入れるのを忘れるところだったわ。梅之助ってバタに。あれ、あんた泣いてんの。バカね、男に捨てられるたびに泣いてたらこの海はみんな海子の涙でいっぱいになっちゃう。さあ涙を拭いて。何すんだ私のハンカチ。投げやがって。私は海と話してるんだよ。黙ってて、梅之助。お酒取ってきて。あ、もうおしまいだ。畜生。何か言った。なんだっていうのさ。私のどこがいけないっていうのさ。惚れたが悪いか。それあんたとうち遊びだったかもしれないよ。でも酒場で働いてる女が遊びで男と付き合うわけがないよ。あら、あんた本当に海と話してんのね。ねえ梅之助、やめとくわ。あんたに聞いてもしょうがないわ。何よ海子。あんたに聞いてもしょうがないことなのよ。何よ、言ってよ言ってよ言ってよ。男の気持ちを聞いてんのよ、答えてくれんの。意地悪。男ってさ、ただ女を自分のものに従ってるだけなのかしらね。自分のものにしたらポイッとしてる。使い捨ての100円ライターのように火がついている間だけ。火がつかなくなったら道端にポイって。そんな風に思ってるだろうね。どうしてだろうね。私は船を見ると手を引いたくなるんだ。子供の時からずっとそう。海を走っていく船を見ると手を振りたくなるんだ。いい形の船といい男はよく似てるわ。その船は私を呼んでいるように思えるの。うっとりするような光を海に垂らしながら船はゆっくり行くわ。遠くへ、私の行ったことのない遠いところへ。そして帰ってこないの。海子、船は必ず港に戻ってくるわ。私の船は帰ってこないわ。あんた遠くの港を横切ってる船が帰ってくるのを見たことがあるの。私は子供の頃この波止場で港の海を横切っていく船を夜になるまで数えたことがある。ある時年を取った男の人が何をしてるんだいって聞いたの。船を数えてるの。
言うと、そう言うと、その男の人も船を数え始めたわ。7、12、25、32席、もう夜になってた。久美子、帰ろ。風邪ひくわ。あったかいもの作ってあげる。あったまって寝ましょ。あなた優しいわね、梅之助。優しすぎるよ。週に1回の高級日、こじきの、あの、あずき、映画に行かないか。僕が決めた映画に。どうして、どうしてって、つまり僕が映画を見たくて君と二人で。だからなぜなんだよ、理由を言ってみろよ。で、僕はあずきを、あ、まさむね、あのね、いいもの見つけたんだよ。だから僕は、だから僕は、だから僕は、うるさいな。訳を考えてはっきりしたら言いに来いよ。あ、そうだ、またもね、映画にでも行かないか。ポップコーンとさ、ソーダ水を買って。どうして小豆は、あの、政宗と一緒に映画に行きたいんだ。あ、訳を言うよ。どうしてって、つまり、あ、僕は映画を見たくって政宗と二人で。だからなぜ僕は政宗を。あずき、あの、もしかしてその先は僕と同じじゃないだろうな。絶対に違うと思うな。カッパ、行ってみろよ。あ、僕が、あずき、君が言えよ。あ、言うな。あの、もし同じだったら僕はおしまいだ。ジェルサー、カッパ、行っちゃえよ。いいよ、なんか悪いよ、カカシル。変なやつ。行こう、マサムネ。映画じゃなくてもいいや。この街を冒険しよう。だから僕は、君は、わからないと思うけど、僕は寂しいんだ。寂しくって死んだ方がマシだって思うくらいなんだ。この前、なぜ僕は寂しいのかって考えた。あずき、なぜだと思う？僕は、人間が寂しいのは、人ってのは必ず世界中でたった一人だけ、その人といつも一緒にいなきゃ不幸になると思うんだ。人間の心は半分でできていて、自分の心とぴったりくる人間がいるはずなんだ。だってそうでなけりゃ、どうして人はこんなに寂しがらなきゃならないんだ。あずき、僕にとって君がそうなんだ。君を見るたびに、いや、いつだって僕の心は君の心を求めてるんだ。だって僕にはわかるんだ。僕は心があまりに苦しんでるんで、どうにかしなきゃかわいそうでならないんだ。僕は心を助けてやりたい。だってそうでなけりゃ、僕の心は死んでしまうじゃないかと思うからなんだ。もしかしたら僕の心は間違って君を求めてるかもしれないけど、あずき、心ってやつは、心ってやつは一度そう思い込むともうダメなんだ。
頑固っていうか、本当に困ったことなんだ。あずき、だから僕は一緒に映画に来たかったんだ。あなたにはね、さくらさん。いらないよ。花言葉は幼い時の悲しみよ。あなたにはね、リンダ、サインシアよ。はい、ご縁ください。さあ、花はありませんか。花言葉はいかがですか。愛の冷たさに泣いている人にはマリーゴールド、孤独な人にはね、トイストに、愛の苦しみに耐えている人には朝霧小菊よ。悲しい花はありませんか。悲しい花言葉はいかがですか。寂しい思い出は紫千草。じゃあ紫千草、うん、ないわ。だって夏の花だもの、紫千草は。どうして悲しい花言葉しか売ってないんだ。麦わら菊はとわの悲しみ、別れの悲しみは人生か。誰かいりませんか。金銭か。あなたにはね、あの言葉が幼い時の悲しみ、あなたにはいいの。ねえねえねえ、あんた、あ、この海岸通りに住んでる人ってさ、なんかおかしい人多いよね。何言ってやがって。おかしいって言えばよ、俺たちだってあいつらにも負けねえだろうよ。どういう意味？キングにママ子、どこ行くのよ。そりゃおめえ決まってんじゃねえかい。こうめかし込んだ夜はよ、ディスコ行ってよ、帰りにパブかどっか寄ってよ、スロージンシーズかなんか飲みながらよ、新人類たちと親しくお付き合い願おうってことよ。なあ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 、この前なんかよ、隣に座った女の子がよ、お仕事何って聞くからよ、いやー言えるような仕事じゃないんだけど、実は小敷やってんだって言ったら、うわーおしゃれだって。本当？嘘よ嘘。あんた、さっきの話の続きだけど、私とあんたもおかしいっていうことは、あんたが奥さんと子供を捨て、私が婚約者を捨てて、今は一緒に暮らしてるってこと？よせ、ここの住人たちはな、頭ひどいが耳だけはいいんだからな。あ、いや、お前ひょっとしたら俺とお前ができてるってこと喋っちゃったか。喋ったわ。おらよ、神秘のベールに包まれていたかったのに、俺は常日頃から過去のない男だって言ってきたんだぜ。あんたは過去がありすぎる男じゃない。小学校の時は万引きで補導されたのが5回、中学高校と痴漢行為で書類送検、大学は3度、すねに傷持つあんたでしょ。やめてママ子さん、それ以上神秘のベールを剥がすのは、それじゃ俺はすっぱだかになっちまう。ちっともおしゃれじゃない。もうその過去を捨ててきたってのはいいとして、この海岸道に来てまでまた恥ずかしい過去を作ろうって言うんだから、あんたって人は全く救いがないわ。何の話だよ。倉庫会社の手先になってみんなの追い出しを図ろうとしてることよ。よせよ、人聞きの悪いこと言うなよ。俺はよ、長い間会社でやってたからよくわかるがよ、企業ってもんはこうと決めたらよ、俺たちみたいな人間がどうあがいたって勝ち目はねえんだよ。私はここに残るって言ったら、そう、俺一人で出ていくさ。本当に？俺は過去を捨てるのが好きだって言ったの。ねえ、本当なの？
くどいぜママ子。おめえだってよ、俺がいなくなって一人で生きていけんのかい。わからないわ。人は一度人を裏切ったら何度でも裏切るって聞いたことがあるけど、あんたきっといつか私を裏切るわね。何か言ったか。よし、今日は踊るぞ。腰が抜けるまで踊って踊って踊り狂っちゃうからな。よし、行こう行こう。さあ来い。そうだ、そうだ。おしゃれ。何やらかしたんだよ、向こうの町で。黙ってちゃ分かんねえよ。来な。酒だよ、酒。辛い思いを打ち明けるには酒が一番だよ。よ、扱い三つ。ケーキはどうだい。こんな店にケーキも何もあるもんだよ。バブルも弾けちまったしな。ところでよ、何やらかしてここに来たんだよ。事の次第によっては力になってやろうじゃねえか。やめときな。どんなことでも首を突っ込んで風になることなんか探し回ってんだからさ。気をつけて口聞けよババア。逃げてきたんだ。いや、そうじゃない。おっかなくなって。何？殺しを頼まれて。鉄砲玉か。それで首を逃げ出したのか。さて、店じまいにするよ。1200円。そういうわけか。よし、俺が面倒見てやるぜ。おい、釣り合いはねえ。あんずよ、でっかいことやろうぜ。でっかいことな。俺たちはまともに生きたってどうしようもねえ。世の中の一番下の下でゴミみたいに生きるしかねえんだ。最低さ。どうしてこうなっちまったのかな。仕方ないわよ。教育ってもんがないし、親が金持ちってわけでもないんだもん。でも銀次、生まれ変わったって私は今の私でいいわ。どうして。だっていいんだもん。幸せになるのはお金じゃないよ。どうしたら幸せになれるっていうんだよ。わからないわよ、そんなこと。でもさ、きっと幸せってのは誰にでもつかめるものなのよ。こんな私にでも、ずっとドジして生きてきた私にでもいつかは。しゅ、わけのわかんねえこと言ってるぜ。小さい海に向かって叫ぶのは。叫んでみろ。さあ、さあ
言ってたんだ。政宗様、さお座りになって、今夜は星を見ながらここでお食事をしましょう。ワインも冷えてますわ。自分だけを会いたいって待ってなければ怒るもんなんだ。やめて、そんな子供に話すような話し方。私子供じゃないわ。それに知ってるの、ユニコーンはこの世にいない伝説の動物ってこと。私子供じゃない。どうして今の時代で子供でいられるの。どうしてユニコーンがいないって言うんだ。どうして。昔、本当に大昔、地球上のあらゆる動物たちが同じ言葉で話し合うことができた時代があった。その頃は人間と動物も話ができたし、ライオンと羊がふざけてからかい合ってた。時々は草原で人間がケンタウルスやユニコーンの背にまたがって風を切って、夕暮れまで駆け回ることさえあった。夕暮れの空を見上げると、竜、ドラゴンが大空を飛び去るのを眺めることもできたんだ。ドラゴンの白息は赤々と夕暮れの空を染めてた。どうしてユニコーンがこの世にいないって言うんだ。この世界は動物を住めないようにさ、その代わり動物園を作って動物を檻の中に閉じ込めた。俺たちは動物園の動物を知ってる。あるいは町の中に惨めに、それでも生きてるカラスやスズメ、あるいは路地裏の土の中にいる虫たち、マンションの中で飼われている猫や犬たちのことを知ってる。田舎で見る蝶や赤トンボやバッタを見たことがあるだろう。テレビで小人キツネザルやフクロオカミ、その他の珍しい動物のことを知ってるだろう。だが見たことがないと言って、なぜユニコーンがこの世にいないって言うんだ。ごめんなさい。ただ私、そうさ、ユニコーンはいない。この世にはただの一頭のユニコーンさえ、それどころか今に伝説さえなくなってしまうだろう。俺は子供の頃、
ヤギをユニコーンだと思って長い間飼ってた。だけど周りのみんなはユニコーンっていう名のヤギだとそう思ってたんだ。後になってずっと後になってそのことに気がついた。その時今夜の君を見るように俺は世界を見ただろう。ただ驚きの目で。